2022年2月24日から始まったロシア軍によるウクライナ侵略戦争はあと1ヶ月余りでちょうど1年になろうとしているんだけど、当初は圧倒的な戦力差からロシア軍が短期間でウクライナのゼレンスキー政権を屈服させるものと見られていたよね。でもウクライナ国民の国土を守る戦意とウクライナ軍の実力を見誤って舐め切っていたロシア軍が数々の失敗を犯したよ。結果、現時点では東部から南部にかけて長くの伸びた最前線での戦闘は、東部ドネツク州のバフムート周辺を除いてほぼ膠着状態となっているね。そうだね。さて今回は、ロシア軍の攻撃ヘリがウクライナで活躍できない理由について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この戦況の中で2023年が明けるとともに、春にロシア軍を国土から追い出すべく、大反攻作戦を計画していると見られるウクライナ軍のために、アメリカ以下の北大西洋条約機構と、ウクライナ周辺の東欧諸国が、大量の戦車や歩兵戦闘車に兵員輸送装甲車などの提供を次々に公表したよ。かつて第一次世界大戦に登場して以来、その後の第二次世界大戦においても陸上戦闘の王者として、戦車は必要不可欠の存在であったけど、戦車は対戦車ミサイルの登場によってその玉座から転落したよね。第二次大戦末期から戦車を攻撃する兵器として開発が進められていた対戦車ミサイルは、1973年にイスラエルとアラブ諸国が激突した第四次中東戦争においてその進化を発揮するね。第四次中東戦争は、その6年間に起こりイスラエルの勝利に終わった第3次中東戦争で奪われた、シナイ半島とゴラン高原の占領地を回復するために、エジプト軍とシリア軍を中心とするアラブ連合軍が、スエズ運河とゴラン高原の2方面からイスラエル国防軍に攻撃を開始したことで始まったね。当初奇襲を受けた形となったイスラエル軍は苦戦を強いられたものの、アメリカの支援などによって次第に戦況を挽回し、国連による決議によって停戦となった際にイスラエル軍は、エジプト領とシリア領それぞれに侵入していたほどだったんだ。この際にエジプト陸軍がソ連製の対戦車ミサイル級 M14 マリュートカナトーコードネームでは AT-3 サガーによって、イスラエル軍の戦車部隊に大打撃を与えたため、当時はミサイル万能論が飛び出し、戦車不要論に世界中が注目したよ。しかし戦車においても対戦車ミサイルに対抗するための爆発反応装甲 ERA などの HEAT 成型策略弾を無効化するような防御手段を有するようになり、さらに本格的な防御力を持つ第3世代の主力戦車が登場したため、 HEAT を2段にし、1段目の弾頭で爆発反応装甲を破壊した上で、2段目が装甲を破るタンデム弾頭タイプや、戦車の装甲が比較的薄い上面から HEAT を撃ち込むタイプ、さらには旧来の HEAT 弾頭ではなく戦車砲弾である APFSDS 装弾筒浮翼安定鉄鋼弾と同等に、運動エネルギー弾を目標に超高速で突入させることで、反応する猶予を与えず爆発反応装甲ごと撃破することが可能な LOSAT のようなタイプも開発されているね。そうして、新しく開発された対戦車ミサイルが戦車を圧倒するようになったことに加えて、その対戦車ミサイルを空中から発射することができる戦車キラーとして、攻撃ヘリコプターが登場し、戦車の立場はますます弱いものになっていったってわけだ。日本の陸上自衛隊においてもアメリカ製のベル AH-1 コブラやベル AH-64 アパッチなどの攻撃ヘリを多数保有して、万が一日本本土への上陸作戦、特に北海道にロシア軍旧ソ連軍の機械化狙撃師団が押し寄せてきた場合の備えとしていて、当時の自衛隊の戦術教育や図上演習における相対戦力比較においては攻撃ヘリ1機が戦車7両と対等として計算されていたほど、強力な対戦車兵器として認知されていたよ。なぜ攻撃ヘリが戦車キラーとなり得たかというと、固定翼機と違いホバリングを駆使して、地形の起伏を利用しながら低空で地面を這うように飛行し、戦車に気づかれぬように接近して、対戦車ミサイルの射程内で急上昇をかけてから一発必中の体勢で、戦車の弱点である上部めがけて発射して撃破するからだね。
そして狙った戦車を撃破したその後、攻撃ヘリは次の獲物を狙って再び地形に紛れながら飛行して、次から次へと戦車を破壊していくという、戦車から見れば誠に厄介で脅威の存在だね。攻撃ヘリが戦車キラーであることに着目していたのはアメリカなど西側諸国だけでなく、戦車大国である旧ソ連も気づいており、重武装の強力な攻撃ヘリを次々に開発して、多数保有していて、それはロシア連邦軍にも受け継がれているよ。各国の攻撃ヘリの保有数を比較したミリタリーバランス2021のデータを見ると、ロシアに侵略される前にウクライナ軍が保有していた攻撃ヘリは35機であったのに対して、ロシア陸軍は394機を保有していて10倍ほどの差があったんだ。ロシア陸軍の攻撃ヘリの内訳は、カモフ KA-52アリガートル127機、ミル MI-28 ハボック103機などであるが、この2つのタイプの攻撃ヘリコプターはウクライナ軍が保有しているミル MI-24 ハインドよりも新型で、より強力であることからその戦力比は10倍をはるかに上回るものとされているね。攻撃ヘリコプター1機が戦車7両と対等だとするならば、ロシア軍の攻撃ヘリ約400機でウクライナ軍の戦車を約2800両撃破できることになり、侵略前に900両弱とされていた。ウクライナ軍戦車は3回全滅させられる計算になってしまうんだ。このことからロシア軍はウクライナ侵略に際しては、自分の攻撃ヘリコプターの活用により、簡単に首都キーウを攻略できると考えていたとしても不思議はないよね。ところが、ウクライナ領に送り込んだロシア軍の攻撃ヘリコプターは、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする、北大西洋条約機構 NATO 加盟諸国から供与された、アメリカ製の携帯式防空ミサイルシステム、FM-92 スティンガーなど各種の地対空ミサイルによって、多数の攻撃ヘリコプターを撃墜されてしまったんだ。ロシア軍の攻撃ヘリを含む全種類のヘリコプターの損害は、侵略から最初の2週間で約80機とされ、4週間目では約40機が撃墜されるなどして、最初の1ヶ月間で実に120機が破壊されているよ。そして、その後の10ヶ月間で合計267機が破壊されたとみられ、ロシア軍は多数が露飼された戦車の損害のみならず攻撃ヘリコプターにおいても大損害をかぶり、最近では最前線を飛行する攻撃ヘリコプターはほとんど確認されていないとみられているね。ウクライナ軍には西側諸国から携帯式防空ミサイルシステムだけでなく、長射程の地対空ミサイルシステムや、ドイツ製の自走対空砲ゲパルトが供与されているため、航空優勢を確保できていない現状では、攻撃ヘリコプターを最前線どころかウクライナ領内で飛行させることができないでいるよ。ここまでのロシア軍は、ウクライナにアメリカから提供された高機動ロケット砲システムハイマースや、155mm 榴弾砲から発射可能な GPS 精密誘導弾によって後方の補給路の橋梁や兵站集積地点に、兵舎や司令部などを砲撃され大きな損害を出しているのであるが、戦車の破壊だけでなく、ハイマースや榴弾砲を潰すのに最適な兵器である。攻撃ヘリコプターが運用できないために、未だにハイマースを破壊できていないんだ。とにかくこれまでに多大な損害を被っているだけに、ロシア軍の攻撃ヘリコプターのパイロットが、ウクライナ領内を飛行することを拒んでいるとの噂が出るほどロシア軍は戦車キラーを活用できておらず、せっかくの攻撃ヘリコプターが宝の持ち腐れとなってしまっているのが現状ってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。